チャンネルわお。こんばんは、宮崎なほこです。なほこチャンネル102曲目、今日は、オリジナル曲をお届けします。5分だけ泣いて帰ろうという、あの3曲割とこうハッピーな感じのラブソングが続いたところで、今日はアンハッピーな方のラブソングをお届けしたいと思います。好きな人に彼女がいるのか、はたまた好きな人がいるのかというのをなかなか引き出せないでいる間に、ふとある日その好きな人が、彼女がさって言って、いたんだ彼女みたいなところから始まるストーリーになっていて、なんかショックなのに、最近どうなの彼女ととかわざと聞いてみちゃったりする、そんな女心を歌っている歌です。今日の曲です。オリジナル曲、5分だけ泣いて帰ろう。彼女から聞いた話なんだけどってあなたが言ったから、そうなんだって、何食わぬ顔で返した。どうしてこういうことは苦手なんだろう。あなたは楽しそうに彼女と見た映画の話をして、確かに気になってはいました。でも自分で聞く勇気はなかった。会社の帰り道思い出すだけで、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。宮崎なほこでした。